はようございます。磯部モータースチャンネルです。今日はですね、かっこいい車がね入ってきましたので紹介していきたいと思います。車種はホンダ N-BOX L スタイルプラスブラックという車種です。もう外観からしてですねかっこいいんですけども、こちら N-BOX のね、グレード L にですねブラックのかっこいい仮装をしてですね仕上げたバージョンとなっております。どこが違うのかね、詳しく見ていきましょう。まずフロントマスクなんですけども、ヘッドライトはね LED の9灯式9つですよ。光るタイプのヘッドライトとなっておりまして、フロントグリル、ヘッドライト周辺のねこのブラックの加工、そしてフロントフォグランプの周辺もねかっこいいブラックの装飾がなされております。このようにねホイールもブラックなんですけども、この車体のねホワイトパールとのマッチングが最高だと思いませんか。そしてねこのドアノブも黒なんですけど、この黒がですねしっかりと塗装されたブラックなんですよね。そしてドアミラーカバーもブラック、そして LED のねウインカー付きです。後ろはねこんなデザインになってるんですけど、めっちゃかっこよくないですか。リアのガーニッシュが全てブラックで、エンブレムもブラックなんですよ。このような感じでね、でテールもこのクリアテールで、中はブラックの装飾がされております。白と黒ってやっぱ合いますよね。室内の方見ていきましょう。まずはねシートなんですけど、シートがこれ軽自動車とは思えないシートですね。なんかスウェード調ですね。これがスウェード調ですけど、スウェードともまたちょっと違うんですけど、滑らかな布生地のシートですね。そしてこのセンターのねシルバーのこのデザインがかっこいいですね。ここは布じゃないみたいですね。はい、室内に入りました。ここはあえてグレーなんですね。そしてこの辺もね専用のパネルかと思います。あ、ここにツイッターがついてますよ。音にもこだわっていると。ここもねこだわりのポイントで、シルバーのステッチが入ってるっていうのがこの仕様の特別仕様みたいですね。あ、今の N-BOX ってこうなってるんですね。こんなセンターの運転席真ん前に、こういった収納があるんですね。いやー便利だわ。そしてこちら収納スペース、トレーですね。いろんなものちょっと置けるので、やっぱりホンダ内装の作りが素晴らしい。あ、こんなところにドリンクホルダーできてるんだ。あ、新型になってからちゃんと見てなかったですけど、細々したところが変わってますね。こちらの運転席のここは固定式のドリンクホルダーですね。あー、なるほど。そしてグローブボックスはちょっと小さめになったんですね。車検証入れがちょっと入るぐらいのスペースにして、足元を多分広くしてますね。はい、さすが N-BOX、軽自動車でね一番売れていると言ってもいい軽自動車ですけども、やっぱり足元のスペースが広いし、作り方がうまいですよねこれね。はい、こちらがね、トランクなんですけど、リアゲートを開けたところです。こちらのねリアシートちょっと倒してみたいと思います。この倒れ方、ワンタッチでこれかよ。半端ないね。ここがね、ちょっと段差はできているので、車中泊をするね、私としては、まあ、ベッドキットは必要かなと思うんですけど、これだけ、なんかスロープみたいにね、こう斜めになってると、自転車なんか積むのにもいいんじゃないですかね。で、この地上からのね、この高さ。1、2、手のひら2つ分ぐらいの高さですよ。これだったら自転車を積むのにもね全然苦にならないんじゃないですかね。いやー、さすが N-BOX。 はい、ということでね今日は N-BOX 紹介させていただきましたけども、もうこれはね軽自動車の王者って感じですね。 N-BOX カスタム L スタイルプラスブラックセレクション、まあ、私が勝手にセレクションとね名付けてしまいましたけども、この素晴らしい車種、車両本体価格179万8000円で、諸費用ということになっております。装備の方はフル装備でですね、ホンダセンシング、両側パワースライドドア、LED ヘッドライト、プッシュスタート、キーフリーシステムとなっております。燃費もですね、WLTC モードで20キロを超えておりますので、非常にコスパの高い車になっているかと思います。群馬県高崎市の磯部モータースではですね、こういった未使用車、
即納でねお届けできますので、ぜひ私も磯部モータースまでお問い合わせください。ではまた来週もですね、特別な1台をお届けさせていただきたいと思いますので、ぜひ皆さんチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。じゃあね。高崎インターそば磯部モータース、軽自動車の新車届け出済み未使用車専門店、オールメーカー常時250台展示、安心のアフターサービス、今すぐ磯部モータースで検索、ウェブで在庫チェック。